で皆さんはじめまして、シャモトと申します。自然学校ではシャモちゃんって呼ばれてますので、シャモちゃんと気軽に。シャモトー今これすごく時間がかかるので、先に少し始めさせていただいてます。今ですね、ここに入ってる水がその精製水と言われるもので、水道水よりも純度が高い水入ってます。でこれが今見てこられたんですかね、その辺にあるトドマツの葉っぱをこう詰め込んであります。でこれ今こう蒸留して、蒸留された水がここを通って、ここ今冷水が溜まってるんですけど、ここで冷却されたものが下にどんどん溜まっていくっていう仕組みになってます。で今トドマツがここにあるんですけど、回してもらってもいいですか。これ今詰め込まれているトドマツが実際のものですね。で葉っぱとかがと2つに分かれていたり、そう柔らかい感じの針葉樹になってますので、ちょっと触ってみてください。香りも少しするかなと思います。じゃあこのウォーターを 20ml、 この20のところまで入れてください。この精製水を 10ml 入れるので、30のところですね、まで、はい、10たす20が半分。一番上のメモリ1ミリリットルになってます。で、2ミリリットルぐらい入れてほしいので、こぼしそう、2回入れてください。貴重なやつ、こぼしちゃいそう、ちょっと気をつけて。多い。あ、多くても大丈夫です。もっと冷えると、うん、もっとみんな柔らかい感じになります。面白い。ただこれ上の方にアロマオイルが溜まってますので、これを数滴入れてください。うん、プルンプルンしてるのは、ね、はい、はい、あ、じゃあやる？いいの？やだ、あ、いいね。
なんで。あ、大丈夫です。結構いったね。はい、では、はい、お皿をそこにあるので、はい、そこから取ってもらって、はい、お肉、お肉と、まあ、野菜系をそっちにちょっと用意してます、はい、でスープここに用意してるんですけど今そっち運びますんで、スープはそのシェラカップで、取ってもらってって感じですかね。はい、おにぎりは？あ、うん、今出します。これを取ればいいですか？はい。はい。絵の具のパレットみたいな。ね。あ、こうやるんだ。そうだ、そっちか。なるほど。あ、塩。どこでもいいじゃん。いや、わかんない。どこでもいいじゃん。絶対しいたけ。うまいね。バーベキューマイスター。取るか俺。うん。一応インストラクターなんですけどね。正式名前はもう。バーベキューインストラクターで検索すれば取れるんですか。そうですね。馬は知らない人たちが。見に来ててもそんなに変わらないですか。そうですね、近寄らなければ。そうですね、近寄らなければ、うん、馬自体人間を識別するわけではないので、あ、そうなんですね、人間か違う生き物かみたいな感じなので、そうか、人間の中の違いはってことで、そうですね、犬みたいにあんな完璧に区別するっていう生き物ではないみたいなので、まあ、ただ多分こうシルエット的な部分で見分けてる可能性はちょっとあるかもしれないですけど、いつも餌くれる人だとか。そうですね。そうですね、はい、最近のあの気温で、あの微生物が活動し始めました。あったかいんですね。じゃあそうですね。おじゃあ、この辺までは大丈夫ですか。 あ、ここの前までは全然大丈夫です。白っぽいっていうか、はい、灰色の。こっちがうらら。そうです。最近はあれぐらい話してあげないと、あの、うん、蹴り合いをするので。これぐらいなんですね。もっといっぱい食いそうな。ね。いや、トータルするともっと食いますけど、昼だけはこんな感じで。